お疲れちゃんです。スワットです。皆さん、僕の小屋がめちゃめちゃ下放されてしまいました。今回のバランス調整でオーブン、ゴブリンの小屋、最近使ってなかったけどババ小屋、君は知らない僕の大事な小屋がね、めちゃめちゃ加工されてしまいました。ついでに小屋コア必須のマザネクちゃんもね、行かれちゃいました。ヤナアメザップ、ヤナアメユキドまでさよならです。本当に悲しいです。マジで涙がミリ出そう。というわけで今日は大幅加工された小屋コアでやっていきたいと思います。はい、というわけでやっていくんですけど、マジでお前小屋過保しすぎだろっていうぐらい、あのね、やばくないっすか。小屋にそんな罪ないよっていうぐらい過保されました。でまあゴブ小屋とかね、まあ全部の小屋の HP が単純に減っちゃったんすよね。そう、まあババ小屋、ゴブ小屋、オーブンの HP 減ったので、小屋ってやっぱ後半にさ、いっぱい残ってるのがうざかったじゃん。ね、残って、いや、小屋も邪魔やんが強かったのに、壊れちゃうから、たまんなくなっちゃったんですよね。もう小屋の強みがね、ちょっとなくなっちゃったっていうのがね、マジで辛いし、その、えぐいんですよ、そのなんかね、オーブンもゴブ小屋も加工しつつ、さらに、ファイスピも加工してること、されたんですよね。ファイスピ加工されたことによって、もう、なんだろうな、オーブン加工してんのに、なんか2倍加工みたいな。オーブン加工、ファイスピ加工で。お前、ね、オーブンもういらないっすね。マジでいらない。オーブン、壊れた瞬間に、1匹ね、ファイスピが生まれるようになりました。まあ、そこはちょっと新しいポイントでね、まあ、おもろいっちゃおもろいんですけど、まあ、もろいね。オーブンこれ、ダメージ受けてないのに、さっき置いてもう壊れそうになってますからね、半分ぐらい。で、マザネコもなんかさ、HP 減っちゃってよ。やばくないっすか、なんか。こんなになんかさ、集中するっていうぐらい、ね、加工されちゃって。いや、ほんとにね、お前、そんなん加工するなら、クロス加工してくれよっていう。うん、ゴーレム加工してくれよっていう、もうね、ただ俺は嫌いなだけなんですけどね。いやー、ちょっといろんな思いもあるんですけども。いや、どんぐらいいけるかな、こや。マジで、本当にまあ使われないと思いますね。まあというのも、マザネク加工で、もう今後ポイズンの使用率がね、上がってます。はい。ファイボである理由がなくなっちゃったんですよね。で、じゃあみんなポイズンになるじゃんっていうので、もう、ポイズン増えるとね、こういうエリゴレとかも増えてきてからもう、ちょっとやめてよって感じでね、もうすでに辛いんですけど、ええ感じにね、耐えます。ええ感じに耐えます。いやぁ、頑張ってる、小屋でも。小屋頑張ってる。泣きそう、マジで。よし、行ってこい。カウンターでね。いやぁ、マザネクね。まあまあ、これはライドラのダメージとか受けてたなんて、しょうがない気もしないこともないですけど。さあ、で、まあなんか、下方なんですよ。間違いなく小屋は下方なんですけど、まあ、オーブンのこの、壊れた瞬間にファイスピ出るであったりだとか、出る間隔は早くなってるんですよね。HP 短くなったか、少なくなった代わりに、小屋から出るヤリゴブリンのスピードだったり、オーブンから出るファイスピの、まあ、間隔がね、ちょっとやっぱやめて、お前だけは、マジで。本気で許さん。いや、マジでね、その辺はね、短くなってるから、まあ、使えないこともないんじゃないと信じながらね、やってはいるものの、すでにもう苦しいですね。いやでもこれさ、カウンターでさ、あ、相手、ライトニングなんて使って、うん、そんなコストないでしょ、絶対ないでしょ、止まんないでしょ、行ってらっしゃい。ゴリナイおじちゃん来る、ゴリナイおじちゃん来る、ライツがダッシュ、ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。あー、勝ちましたね。エリゴリはね、もう防衛エリゴリした瞬間、負けです、あなたの負けです、レッツゴンメガナイト、バーモス、ホバリング追加。いやー、ちょっと待って。これなりに強くね。いやー、本当にね、新環境はね、小屋終了、そしてゴルナイブがバカ強いって感じかな。だからまあ、フギアとかアウトローとか、まあ、あと古城ババとかもね、まあ、強化されて、まあ、いろいろちょっと変わりそうな部分があるんですけど、まあ、小屋はね、なんか今まで結構いたんですよね。
本当にね、動画撮ってても参戦やったら毎回1回小屋来るぐらい小屋いたんですけど、多分ね、当たんなくなるんじゃないかなと思います。まあ、あと一つ言い忘れてたのが、ファイスピが、飛ぶ距離が短くなった。だから前多分広くなったんですよね。その、飛んでいくまでの距離が。で、遠くからでもピョーンって飛んでったのが、結構近づかないと飛ばなくなったので、まあ、遠距離系のユニットとかにね、対処されやすくなったっていう。ファイスピなんか、かわいそうじゃない？なんかね、ほぼ使われてなくて、なんかね、1コスに、ね、なって希望生まれたんですけど、もうなんかすごいぐらい今回下放されてます。はい、ちょっとじゃないんですよね。別にそこまでやんなくてもよかったんじゃないかなっていうぐらいえぐいね、いじめられちゃったんでね。ハイスピー、まあ今後は LSP、 まあヒースピーあたりになってくるんじゃないかなという気もねしてます。ハイスピーのメリットがあんまなくなっちゃったね。火力は高いんですけどね。よいしょ。さあ、まあ、ホバとかでね、今まで頑張ってましたからね、ホバリングも、これからも頑張っていただきたい。オープン！いや、HP 減ったんでね。いやー、当たるとやばい。やばくない？ダークプリンの突進で半分いかれるですって。さあ、ダークプリンのプリンスでしたね、今。まあ、小屋置いてね。まあ、これ出る感覚がね、中から出る感覚が、短くなったのは、まあ、いいことであるんですけど、それだけでよかったみたいな。うん、なんか全体的な HP がね、ちょっとやっぱ減っちゃったっすよね。その稼働時間が短くなったことによって。痛すぎる。さあ、まあそんなこんなでね、マズネクとかにも頑張ってほしい。欲しい。下がる。下がる。うん、うん、ナイス。いやー、勝ったっすね。最低メガナイトプリプリです。いやー、これ止まんないよねっていう。矢の飴使う。いやー、でもマズネクさ、矢の飴でこんなに減るのやばくない？うん、欲しすぎなんだよな、俺の好きなカードばっか。まあ、でも俺の好きなアウトローが強化されたんですけどね。痛い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 。小屋の加砲はやめてほしかったな。もう、まあまだ使えるのかな。どうなんだろうな。だからマザネクがやっぱ痛いよね。てか、まあ小屋自体のさ HP もなくなってるからね。今までめっちゃ溜まっていく感じがね、やっぱ楽しかったじゃん。ね、五分くらい溜まって、オーブン溜まって、おら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 、小屋5周目ぐらいみたいなのがね、あったものの、もう、小屋自体が良くなっちゃったからな。さあ、そんなわけで、ちょっとやばい気もしないこともないですけど、まあ、さすがにね、耐えれますね。よいしょ。さあ、オーブンと五分くらい置いて、いやー、辛いですね。で、墓石が強化されたんですけど、まあ、多分強化だね。使ってる感じ。強化された墓石を、俺の小屋に入れてあげても、みたいなとこあるっすよね。500やってさ、やっぱ、ババ小屋から出るババとか、ヤリゴブ、ファイスピが来るとうざいけど、スケルトン来ても全無視できるんでね。さすがに500小屋に墓石は入れれないな。まあでも、なんか、意外と今んとこなんとかなってますよね。うん。あとそう、小屋からポイズンにしましたね。あら、負けちゃった。そう、やっぱポイズンが現環境は当たり前に強いよねっていう。まあ、ポイズン、またはライトニングかなっていう。ファイブのメリットが、まあ、結構減っちゃったよねっていう印象がありますね。なんで、まあ、メガネとこのポイズンはね、すごいいいんですよ。相手のアウトローとか吹き合いとかでも刺さるし。けど、ポイズン使われるともう無理だよねっていう思いもちょっとありながらね。さあ、棒ポイするか。シャアなしで。シャアなしで棒ポイします。で、まあ、一応釣っときます。オーゲン。いや、いい防衛じゃん。しかも、ポイズンのスロー効果で、オーブンこれやめろ！お前、にゃー！痛すぎー。痛すぎるー。そして、嫌な雨と。あー、これよ。今まで、小屋小屋ね。ファイボだったら、どっかが生きて、みたいなあって。嫌な雨ザップだったらね、もう、マザネク知ってる？君、マザネク見たことあるって。豚、100体。だったんですけど、やばいなぁ。マザネクがヤナアメザップで行かれるって考えられないっすよね。戻してくれ。俺の好きなマザネクよ。戻してくれーさぁ、やべぇ。怖ぇ。どうしようかな、マジで。一旦小屋置こうか。一旦小屋置いてから考えよう。やっぱバルーン釣るのにね、この高めのところにちょっと小屋置いときたいんですよね。さあ、やめて。いやー、小屋の HP がな、脆いね。結構脆いね。思ってる以上脆いね。
そう、オーブン置きたいな。やべえ、インドラ強え。矢座で解けちゃうんでね、ちょっと。ええ感じね。さあ、棒ポイしながらの、マザネクでね、気合で、ガチ気合で耐えれねえかな。これさ、マジ、壊れた瞬間の一体でかいんだよな。地味ね。結構地味なとこなんだけど。さあ、やばい、キングダムしてないんで、あ、やばい。痛いって。痛いっつってんだろ、おい。やめんか。待って。いや、このケツラバは、ババで守られます。で、いやー、苦しいな。苦しくなってきたよ。俺の声は全然たまんねえよ。おりゃ。さあ、ポイズン貼って。いや、これタゲ外れねえかな。いや、苦しいです。苦しいよ。おめらの子や。いや、わかんねえ。これ、加工されてなくても勝ってたのかもし、負けてたのかも、なかなか際どいラインなんですけど。ミリ残り、マザネク、やっぱいたからね。あれ、前のマザネクだったら残ってたよなとか、もうちょっと小屋がプレッシャー与えてくれたよなとか考えるとね、なんか辛かったですね。今までだったら勝てた気がします。やっぱりね、小屋は残ってなんぼですからね。はい。もうこの辺にね、もう5、6個並べたいんですよ。僕は。そう。なのによ。短くなっちゃってから。あ、テスラ加工されました。おめでとうございます。テスラまあ使ってましたけど、使わないとマジ勝てなかったんで使ってたんですけど、いよいよ加工されましたね。マジでおめでたいですね。テスラはね、本当にもうね、このクロスとともにね、ちょっと長生きしすぎたんでね、はい、加工は嬉しいです。まあ、全体的に今回施設がね、弱くなったっすね。建物が。そう、だからまあ建物に弱い、デッキフォグとか。まあなんかそういう系が全体的になんか今回強くなったんじゃないかなっていうのはありますよね。さあ、バルキリーでね、受けられちまいます。で、テスラのまあバルキリーフォグということは、まあクエイクフォグだったり、まあライトニングの可能性もあるね。もう生き生きしてるフォグですね。いや、いいな、君は。本当に。テスラが加工されただけ。うちのデッキ見てよ、これ。オープン、ゴブゴヤ。マザネク。出てくる、ファイスピ。ん、全部加工だよ。あー、ロケットやないかい、しかも。なんでやねん。痛いし。さあ、まあ、メガナイト、ムート、マザネク、ホバがね、ロケットだとさすがに無双するんでね。まあ、これは勝ちたいとこですね。ナイファイスピ。やりゴブ頑張って、テスラ来ても、まあ、ガン無視でね。はい、ガン無視です。もう、ケツメガナイトして、え、てか待って、あれホグじゃねえな。俺、クロス出てんのにホグとか言ってたん。行かれてんな。まあ、ホグの可能性もまだね、あるかもしれないけど。ないです。さあ、クロスか。まあ、ホバゲーですね。てか、アーチャークイーンクロス。レアっすよね。で、どうせ透明になるんでしょ、あなた。あなた、すぐ透明になってから。俺、いけ、ナイスです。で、あと小屋置いて、まあ、これ突破できないんでね、こんな感じで。で、これ、右下置くとロケ撃たれて、真ん中置くと、小屋2個行かれちゃうんでね。こっちの置きます。で、こっちロケット撃たれたで、さ、ホバからの8枚目が行ってもいい気がするんだけどね、正直。相手ホバがマジでね、無理なんでね。ホバリング無理なんで、まあ、一生ホバリングゲーしたいよねっていうので。さあ、アーチャクイやばい。いや、でもこれは、いいムーティー。いいムーティー。さあ、小屋でね、散ってくれ。今までだったら、オープンまだ半分ぐらいありそうなんだけどな。さあ、小屋ちょっと頑張ってくれや。俺の小屋よ。さあ、このファイスピの顔も地味に痛いが、いや、いいよ。やっぱ出る感覚はね、短くなってるんで、なんか常に相手にプレッシャー与えれるのは、まあ悪くはね。ちょっとだけね。さあ、なんとなくこの辺にね、転がすと、たまになんか引ける。さあ、おー、ホバリングゲーが、ホバゲー。いやー、着衣マジで強えな。さあ、普通にあと攻めクロスされると、ちょっと怖くなってくるね。時間帯になってきましたね。
まあ、2100はタイブレーカーで、それだとさ、ポイズン当たるんですよ、あなた。ナイス。で、まあ、ロッケ削りされるかもしれないんですけど、まあ、されてもいいようにね、あの、こっち側にね、さ、ユニット置いて、あなたロケット撃ってきたよね。じゃあ、こっちサイドで形組むよ。守れるもんなら守ってみなさい。あ、やばい、無理。ちょっと待って待って。本当に無理。やばい。目がいいやっちゃ食いが来ちゃったな。めっちゃいいやっちゃ食いじゃない。怖い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 。で、あれね、テスラはね、ホバでね、プレッシャー与えていきたいな。小屋頑張れ。小屋マジで頑張ってくれ。いや、本当にさ、今普通に負けそうになってきてる。やだ。いや、マジ、あっちゃ食いさ、あれ、ズルじゃない？ズルだよね、多分。いや、でもさ、そのテスラはね、あの、調子のリーノなんすよ。いきます。よいしょ。で、ここのメガナイトを飛んでほしい。飛んで、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 レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。いや、これ突破します。うちのね、ムート、小屋を舐めんじゃないわよ。いけ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 。まつれく、まつれく、タルババ、あちゃくいはやめてだからって言ってんじゃん。あちゃくいやめてって言ってんじゃん。やばい、時間がない。20秒、ロケット撃たれる。ロケット撃たれたくない。頑張ってくれ。飛べ、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 フラム、飛べ。生きる。飛んでくれ。やばい、ロケット撃たれる。マジでロケット、え、お前とロケ撃てて、おまけんのこれ。いや、相手君、ロケ撃ってごらんなさい。はい、いい、ポイズンだ、グッドゲーム。いやー、苦しいな。苦しいな。今までの声だったら、もっと楽だった気がするな。もっと溜まるんですよね。なんかね、やっぱ2周目のゴブ小屋とかオープン置いた時に、1周目の小屋が今まであったんですけど、もう壊れちゃってるんですよね。そう、だから小屋が盤面に溜まるってことがね、できなくなったのが、小屋使いからするとね、マジで吉。いやー、そこそこに、やっぱ小屋愛してたんでね、僕、本当に。まあ、いろんなカード好きですけど、小屋デッキよね、トップレベルにね、僕愛してたんですよ。いやー、いやー、そこのハイスピにも当たるか、ライトニング。あなたでもこそ使いすぎ、ラーカン X4 だ。うん、複雑だな。ラーカンっていう世界で一番ラバが上手いプレイヤーがいて、でも X4 っていう名前なんですよ。だから複雑なんですよね。まあ、でもライト打ったんで、これもうなんか行って、まあ、エリアだ取ってるよねっていう。いや、マジでクロス、いやー、なんだこれ。いや、ロイジャイやないかい。多分これ、ゴリゴリの、なんかね、トルネ入ってる、多分ロイだと思うんですよ。うん、遅延ロイ。全然、なんか、合わんやん、名前も。すべてが合わん。複雑すぎる。さあ、遅延ロイジャイか。なんかまあ、めっちゃ夏いデッキが降ってきたっすね。ライトニング、デーン、デーン、デーンってことなのかな。どうだろう。うん、なんかさ、小屋がね、なんか多すぎて、小屋ちょっと強くて顔をするのもわかるんだけど、もうちょっとなんか欲しかったな。さすがに使わんくならんっていう気もしないこともないんだよな、みんな。やっぱそこそこに小屋いて、おもろかったみたいなことない？俺だけか。さあ、ちょっと待てよ、これ。小屋右置くとね、ライトニングで削られちゃうんですよ。そう、だから左サイドにね、溜めていきたい。溜まんないんですけど。さあ、ということで。檻か。檻の HP もこれ減りました。この、今の状態のね。この中から出たリベンジゴブリンは、何も変わってないです。はい。よいしょ。まあ、プレッシャー与えながらね。あとは小屋置いて、小屋置いて、なんとかもう見守るしかないですよね。僕にできることは。そう、あ、2周目いける !2 周目いけるんだけど、壊れるのが早え、マジで。マジで早え。やばいって、それ。もうちょっといけたら、いや、ナイスそれ、またね、いく。え？エイムプロ、エイムプロおばちゃん。ナイス、ナイス、ナイス、熱っ。熱いやつ。いや、この小屋小屋の感じよ。俺の好きだったの。あ、これ2周目の小屋置けるだけで嬉しい。病気かな？ちょっと待って2周目置けるとマジで嬉しいんだけどね。2倍タイムになってくると2周目をギリギリ置けるようになってくる。熱いんだよな、それは。さあ、ちょっとオーブンとか置いてね。まあ、これムート壊れてもね、どうせ施設になってくれるんだよね。まあ、延命できる方がそれはいいけど。よし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 。いや、いいよいいよいいよ、あるよあるよあるよ。で、小屋置いて、小屋置いてね、しっかり見守ってあげて、
まあ、あ、ムートが入ってるな、ムートが入ってるな、ムートが入ってるぞ。いや、小屋もね、うざいぞ、小屋もうざいぞ。小屋がうざいね、うざいよ、うざいよ。あ、ホバが逆行った。これ待って待って、変なホバしちゃった。そういうこともあるよね。さあ、オーブン置いて、まあ、ムート出してあげようか。これ、ライトニング打たれるとね、結構ダメージ入っちゃうんですよ、これがまた。まだムート頑張ってんな。いや、ムートマジで。一発も入れさせないよ。いやー、でもライトニング削り、渋いっすね、僕は、されるの。まあまあまあ、ちょっとユニットね、頑張ってもらいながら。さあ、ちょっと置いとくか。置いときたいよね。置いて、置いて、置いて。置いて、耐えたい、耐えたい、耐えたい。さあ、で、これ、ホバーと小屋にライト打たれるかもだけど、ホバー逃げろ逃げろ、オッケー、オッケー、逃げろ、逃げろ、ナイスナイス。これさ、行ってもいい気がするんだよな、ケツメが。アド取ってんすよ、エリアド。で、来ても逆サイ、気合で守ります。気合で守ります。さあ、気合で守りたい。で、これもうムート壊してくれていいから、みたいな。ムート壊してくれてもいいから。で、よくムート壊れたら壊れたで、一瞬ね、タゲ取れる、熱い熱い熱い。で、ライトニング打ったよね、あなた。あなたライトニング打ったよね。私は許さないわよ。小屋パワーで、レッツゴー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 。メガネと追加、ライトニングとかでも防衛したけどね、難しいよ。小屋がね、小屋がね、後ろの小屋がいねえんだ。なんてこった。前まではね、まだ後ろから頑張ってくれたんだ。いやでもこれタイブレイクで勝てそうだな。タイブレイクで勝てそうなので、今リマス。ポイズン2周は無理です。無理です。守ってください。さあで、オーブンをうまいこと使ってもいいが、これはメガナイトで溶かせば勝ち。レッツゴーバモス。オッケー。あー、ホバ入りましたね。おめでとうございます。いやー、小屋の溜まり具合が悪いです。非常に。非常に悪いんですけど、楽しさは変わんないですね。永久です。はい、というわけで、今日はね、もう、解放されちまった。小屋小屋使ったんですけど、本当にね、溜まりが悪かったですね。もう今までのね、なんかすごい小屋のパワーはね、ちょっとなくなってしまったのかなというね、ちょっと気がしたんですけど。まあ、まだ使えないことはない。まだ小屋小屋でもやっていける。そんな気もしましたので、これからも小屋小屋使いとして頑張っていきたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃん。